入江橋から見たママ川ママ川の桜ママ川は、千葉県西部で江戸川から分かれ、東京湾に注ぐ、利根川水系の一級河川。全長 8.5km、流域面積65.6平方キロメートル、流域市街化率約65%の典型的な都市河川である。万葉集にも歌われた、ママのテコナ伝説に登場する、ママの入江の跡とされている。 千葉県市川市市川四丁目で、江戸川左岸の堤防に作られた水門から分派する。東に流れ国部川を合わせ、徐々に南東に向きを変え大柏川を合わせる。以後は、南南東や南南西に緩く、向きを変えつつ、南に流れ、市川市の原木で、東京湾に注ぐ。途中、船橋市が市川市の方向に突き出た本中山地区を通過するが、 流路の大半は市川市内である。かつては大柏川、国部川を合流し、江戸川に注いでいたが、海沿いの砂州を横切って、直接東京湾に注ぐ放水路が掘削され、流れの方向が逆になった。ママ川の東京湾に至る放水路は、かつて境川と呼ばれ、川べりの土手には桜並木が植えられ、花見の名所になっていた。流域の市街化により、 1966年、1981年、1986年、1989年、1993年と、洪水被害がたびたび起こっている。1980年代以降、水害対策として、支流大柏川流域での水田の保全、ママ川支流の国部側の水を坂川を通じて、江戸川に流す国部川分水路の掘削、川幅の拡幅、 国部川調節地の設置などが行われた。市街地を流れるため空間的な制約が大きく、水辺空間の保全、特に桜並木の保存が問題となった。結果的に川幅の拡幅のため桜並木の一部伐採と、コンクリート護岸の設置が行われたが、拡幅部分でも川沿いに桜を植えたり護岸をツタで覆うなど、集計に工夫が払われた。こうした努力により、 桜並木の散歩道が整備されたことが評価され、1988年7月に建設省の手作り郷土省に選定された。1991年7月には、ママ川が建設省のふるさとの川モデル事業のモデル河川に指定され、周辺景観、地域整備と一体となった浸水性の高い水辺空間を形成することを、 整備方針とした計画が1993年5月25日に認定された。下流より記載。ありがとうございます。